オンライン日本語学校 AOJ ランゲージスクールが採用している反転学習方法って何？皆さんは反転学習方法を知っていますか？反転学習方法とは、授業で学習し自宅で復習するという学習方法を反転させて、自宅で予習し授業でさらに学習するという学習方法です。 AOJ で提供しているオンデマンド教材をご自身のペースで学習を進め、わからないところや間違えたところを何度も繰り返して勉強します。そして週に2回のライブ授業のグループレッスンで、日本語教師に直接質問したり、一緒に勉強している学生とディスカッションをしたり、オンデマンド教材で学んだ知識をアウトプットすることで知識の定着を目指します。これが AOJ が採用している反転学習方法です。オンデマンド教材は24時間視聴可能で、何度でも繰り返し見ることができる教材です。グループレッスン後の復習に利用することで、さらに深く理解することができます。いかがでしたか？授業の体験や詳細な情報に関しては、お気軽にお問い合わせください。